失礼します。御立ち大学から来ました峰真嗣です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではどうぞお座りください。はい、失礼します。本日は我が社の面接に来ていただきありがとうございます。ありがとうございます。御立ち大学経済学部ですね、はい、4年生の峰さん、早速なんですけど、峰さんが我が社を志望する理由を教えていただけますか。はい、御社を志望した理由といたしましては、まずは御社の製品がとても魅力的だからと感じたからです。それと御社の社風である何事にも耐え抜き、どんなことも情熱で乗り越えろ、この言葉に強く惹かれたからであります。そうだったんですね、ありがとうございます。それでは峰さんが大学生活4年間で一番頑張ったことは何ですか。はい、僕が大学生活4年間で一番頑張ったことは、4年時の夏に行った1週間のオナ禁です。僕は人よりも性欲が強いため、よくオナニーをしていたのですが、瞑想や読書、筋トレ、人と会う時間を増やすなど様々な工夫をし、1週間オナニーを禁止することができました。また御社に入社させていただきましたら、この1週間のオナ禁の経験を生かし、どんなことも耐え、どんなことも乗り越え、禁止することは禁止していきたいと感じております。ふざけてる？いや、何がですか？4年間で、はい、頑張ったことは、オナ禁です。はい、しないってことだよね、多分ね。はい、そうです。1週間オナニーをしませんでした。いや、そんなわけないじゃん。あ、いや、でもできました、1週間。あ、そういう意味のそんなわけじゃないじゃん、ね。はい、証拠なんですけど、ちゃんと。アメイジングの方のそんなことないじゃんじゃなくて、はい、4年間で一番頑張ったことがオナニーをしないこと？はい、そうです。いや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 、嘘でしょ。いやいや、そんなわけないじゃん。本当にそうです。本当につらかったんです。いやいやいや、違う、もう。できるし、みんな普通に。できないです、できないです。いや、違う、そういうことを言ってるんじゃないの。本当に、辛いことなんです。男性の社員さん呼んでください。いやいや、呼ばないよ。この辛さがわかります。呼ばないけど、そんなしょぼいね、ことを発表するのはおかしいのよ。いや、本当に厳しい戦いでした。え、そんなに大変だったの？本当に大変でした。いや、そんなわけないから。峰さんさ、履歴書見たらこれサッカー部だったって書いてあるけど。そうですね。まあ一応全国大会、行ったり。全国行ってんの？はい、僕もハットトリック決めたりとかもしたんですけど。え、サッカーで？はい、すごいじゃん。いや、でも正直頑張ってないです。頑張ってない？はい、脳練習でそこまで行けたんで。いや、すごい才能じゃん。いや、でも正直言って頑張ってないです。頑張って、頑張ったよ、多分。いや、それが一番頑張った。頑張ってないです。何にも辛くなかったんで、正直。そうなの？はい。オナ禁なの？一番頑張ったの。オナ禁は、本当に辛かったです。すごい目で言ってくれる。なんでその1週間のオナ禁やろうって思ったの？はい。母親が、我が家のティッシュの減りが異常だということに気づき、弟や妹に、ティッシュをどれぐらい使ってるかと聞いて回って、僕はすごく焦ってしまって、これはやばいと思い、1週間オナ禁をすることにしました。そのお母さんの、操作がね、始まっちゃったからってことか。はい、1週間やめて。そうですね。1週間、それで厳しい戦いが始まりました。その時使っていたティッシュが御社の。あ、いい、いい、そういうのいい、そういうのいい。本当に僕の邪悪な悪魔を天使の羽で包み込み、天国へ誘われるような、そういうコンセプトで作ってないの、うちのティッシュ。そういうあれじゃないから。本当に。ヘブンという言葉が似合うなと僕は思っています。ヘブンっていうティッシュじゃないしね、あと違うから。はい、どうだった？じゃあ1週間オナ禁してみて、はい、どう思った？1週間は8年ぐらいに感じました、僕は。8年に感じたんだね。はい、とてもそんなに大変だった？長いと思いました。ああ、はい、ヒゲも生え、肌も荒れ、
よくないね。髪も抜け、はい。よくないじゃん。本当に、そんなズタボロだったの。ただ、頑張るためだけに、禁制しました。すごい覚悟でやったんだじゃん。はい。でもな、4年間一番頑張った子、これ、あれ英語できるの？あ、英語そうですね。はい。一応、TOEIC 900点あります。TOEIC900？ ただ、でもそれも、これ頑張ったでしょ。いや、全く頑張ってないです。え、なんで？だって勉強しないと英語できないでしょ。本当に僕、一回見た英語は全部覚えちゃうんで。え？はい。そうなの？はい。だから頑張ってはないです。お泣きの方が本当にすごいと思います。すっごい逸材だ。これすごっ。映画の御社に入社させていただきましたら、うん、お泣き用のティッシュを開発したいと考えております。すごい逸材だけど、バケモンなんだよな。何？どういうことそれ？ヤスリのような材質のティッシュです。売れるか。売れないよそんな。今後一人暮らしの男性はみんな必須になると思います。ごわっごわのティッシュ売らないから。売らない売らない。多分企画部とかには行かないと思うよ、もしここに入ったとしても。でも絶対に売れると僕は確信しております。売れないよ。でも TOEIC900 すごい。これじゃあさ、2番目に頑張ったことは？4年間で2番目に頑張ったことは、うん、3年時の冬に行った、うん、5日間のオナキンです。オナキンだ。またまたオナキンじゃん、はい。この5日間は、うん、サッカー部のみんなでやったんですけど、うん、5日間達成できたのは僕だけです、うん、そこ自慢げに語るな。別に全国大会で優勝したやつも、うん、5日間は無理だって、うんうん、ツイッターで言ってました。ツイッターで言ってたの、はい、流行ったの？サッカー部の中でもしかしてそのオナキン。そうですね、その流れはありましたね一時。僕が作ったんですけど。あんたが作ったんだ、はい、すごいカリスマ性もあるんだね。え、3番目に頑張ったことは、大学2年時の春に行った2日間で、うん、40回オナニーというものです。オナニー多いな。わかりました。ちょっとオナニー多すぎるな。わかった。いやすごい逸材だと思うんだけど、はい、ちょっとこれ一旦人事部の方で相談して話し合いして、またミネさんに折り返し、合否がどうだったかっていうのをお知らせします。わかりました。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。気をつけて帰ってくださいね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、一応男性社員にもこれ聞いてみるか。日経7、他にどういう方法でオナキンしてたのじゃ。日経7チャンネルをよく見て、オナキンをしておりました。あ、オナキンにすごいちょうどいいんだじゃん。はい、ぜひ夜好きればチャンネル登録よろしくお願いします。わかりました。じゃあしときます。はい、お願いします。はい、日経7チャンネルよろしくお願いします。わかりました。日経7チャンネルですね。はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、日経7チャンネル、チャンネル登録。はい、はい、はい、